もっと回してもっとぶつけて最強の称号手に入れるんだ。俺とお前の固い絆で立ち向かう。おい、聞いたか？ああ、海原エイトが負けたんだって。顔に落書きされてベイパークから飛び出してったらしいぜ。いつも負けた相手に自分がやってることだろ。ちょっといい気味だな。でも、一体誰がオロジャの耐久地獄を破ったんだ？ああ、それなら俺見たぜ。本当？確か、この前忍にベイパークから叩き出されたやつだよ。あいつか、うん、やっぱりここにいたな、気流院忍。この前は負けたけど、あの後ゼロはすっごい特訓をしたっすよ。もう一度勝負だ。お前にこの前の借りを返してやる。なんだよ、逃げるのか？逃げる？お前との勝負はもうついているはずだ。忍と、もう一度バトってやる。そして、絶対に勝つんだ。すげえ、あいつ、この前よりずっと強くなってるんじゃないか。と言っても、バトってくれないんじゃリベンジしようもないんすけどね。次だ次、どんどんかかってこい。このままじゃ彼も収まりがつかないわね。飛龍院忍の忍びサラマンダに黒金ゼロの侍イフレイドか。俺たちの蒔いた種は確実に芽吹き始めている。ん？翼？そろそろ次の段階に入ってもいい頃だな。俺も同じことを考えていたところじゃい。そういうことならまずはこの弁慶に任せてもらおうかい。おはようみんな、今日も元気か？今朝はブレーダーのみんなにビッグニュースがあるぞ。ビッグニュース？なんだ？ビッグニュースだってよ。ブルーバーガープレゼンツベイパークワンデイトーナメントの開催が決定したぞ。ワンデイトーナメント、ブレーダー諸君ブルって参加してくれ。なんだって？ワンデイトーナメント？ああ、全国にはまだお前のようにゼロ G スタジアムを知らないブレーダーたちもいるからな。全国配信されるミニトーナメントを急遽開催することにした。
キャリー。なんで店長が一番目立ってるんすか？ミニトーナメントとは言っても WBBA 公認の正式な大会じゃ。あの飛龍院忍も出場するじゃろ。出る。あ、俺も絶対出る。大会だったら忍だって俺と戦わないわけにはいかないからな。店長、まさかそのために？な、何を言ってるんじゃ。俺はベイパークの指導員だぞ。ベイパークに集まるブレーダー全員のレベルアップを図りたいだけじゃ。じゃが、ゼロ、お前にはコーチとして一言言わせてもらおう。ん？いいか、勝つことだけにとらわれて小さくまとまるな。小さく？お前の最大の魅力はそのパワーと、サムライ・フレイドの攻撃力を最大限に生かした破天荒なバトルにある。型にはまらず、今持てるお前の力の全てをぶつけるんじゃ。ああ、任せてくれ。俺を鍛えてくれた店長のためにも必ず結果を出してみせるぜ。その意気じゃ。そうと決まりゃ早速特訓だ。特訓。あ、ゼロ。またまた、もっともっと。行け、フレード。走れ、もっと早く。見てろよ忍。この技に磨きをかけて必ずお前に勝ってみせる。さあ、急遽決定したベイパークワンデイトーナメント。突然の開催にもかかわらず、会場には多くのブレーダーたちが集まっているぞ。そしてこの大会の進行を務めるのはもちろんこのブレーダーガイだ。やってやる。お前と戦うまではどんなことがあっても負けるもんか。それでは主催者の方から一言どうぞ。ブレーダー諸君、ここにベイパークワンデイトーナメントの開催を宣言する。勝者と敗者に次々と明暗が分かれていくブレーダーたち。そしてきまった。今大会最大の優勝候補、飛龍院忍選手、余裕の1回戦突破だ。俺も負けてられるか。行くぞイフレード。ゼロ選手のサムライインフレード、なんてパワーなんだ。なんでエイトを倒した時の攻撃をしなかったんすかね。きっとシノブ君と当たるまでは手の内を見せたくないのよ。あいつがゼロか。そうだよ兄ちゃん、調子こいちゃってムカつくっしょ。けど兄ちゃんが大会に出場すれば優勝間違いないのに、なんで出てくんないのさ。みんなの前であの熱血バカを叩き潰してほしかったのに。焦るなエイト、たかがミニトーナメントの優勝など何の価値もない。それより敵を知り己を知らば百戦危うからず。完璧に勝利するためには完璧に敵のデータを集めることだ。兄ちゃんかっこいい。決まった。また決まった。強い強い。圧倒的な強さでゼロ選手と忍選手が勝ち進んでいく。決まった。ゼロ選手決勝進出
決定だ。よし、やったぜ。決勝まで行っちゃった、うん、なるほどな。決勝の相手はもちろんこの人、飛龍院しのぶ選手だ。いよいよっすね。ええ、ベイパークワンデイトーナメントもラストバトル。果たして激闘を制して優勝するのは、圧倒的攻撃力を誇るパワーファイターサムライフレードの黒金ゼロ選手か、それともスタミナ、パワー、ディフェンス3拍子揃った忍びサラマンダの飛龍院しのぶ選手か。いよいよ決勝戦のスタートだ。ついに追い詰めたぞ忍。今の俺はこの前までの俺じゃない。今日こそ特訓の成果を見せてやる。よくここまで来たな。だが付け焼き場で勝てるほど俺は甘くないぜ。それでは始めるぞ。辛い日もある、笑いたい日も笑えない日も、元気な時もそうじゃない時も、俺は今日も笑顔で頑張ります。強がる日も弱い日もある、乗れてる日も乗れてない時も、ついてる時もそうじゃない時も、曇り空でも晴れると信じて、この夜空に願いを込めて祈ります。君が明日も笑っていられますように。エイトを倒した技だけじゃ忍ぶには勝てない。次回、炎の必殺天気にゴーシュー。